ついに待望の新シーズンスタート、シャッフルアイランド。え、ちなみに女の子可愛いですかね。可愛かったです。男の何をやったの。え、かっこよかったです。ザ・ピンク・ナナウラ・ハヤトチャンネル、本日はクララちゃんに来ていただきました。そしてお前さん、皆さん、なんでこんな偉そうに送る。この度、クララちゃんシャッフルアイランドシーズン4出演決定いたしました。ついに待望の新シーズンスタート、シャッフルアイランド。この夏、鎧を脱ぎ捨てた男女たちが本能のまま繰り広げる灼熱の恋愛バトル。うちが一番可愛い。隣は俺がいい。待ってます。この夏の恋は相当ヤバい。待ってて。うん。シャッフルアイランド、7月21日夜10時スタート。去年のみゆちゃんのみゆちゃんに続き、今回はクララちゃんが選ばれました。収録のこととかいろいろクララちゃんに聞いていきたいと思います。何回拍手に。なんでそうやって出演するようになったのか聞いてみたいと思います。なんでですか。質問ぐらい。そのいつもやってる月1回のミーティングでやってみないかって急にいつも行くお蕎麦屋さんで言われて。誰に。ゲンさん。あ、ゲン。で、ってなって、で、ちょうどタイミングもよくチャンス逃したくないなと思ってやってみたいですってクランが言って、そっか、それがきっかけでした。まあ、あのオファーが来たんですよ、ピンクダンサーズに。で、会長と喋ってクララと葵ちゃん、葵のことも大事ですね。ちなみに葵は速攻で落ちた。え、クララどうやった。私はめっちゃ手応えあって。あったんや、やっぱ。合格した時の気持ちはクララさんどうやったんでしょうか。それも芸屋さんに呼び出されて、あのクララちゃんみたいな、シャッフルアイランド、なんと合格しましたみたいな。最初あの YouTube っぽくやってるんですよ。いつもの。おもんねー。で、最初うわ、あかんかなって思っちゃって、なんかそのトーンが結構ガチやって、演技がで、うわ、男やな。で、まさか私受かると思ってなくて、でもめっちゃびっくりしました。え、それやっぱ娘の方にめっちゃ嬉しかったです。めちゃくちゃ勇気いるかな。いや、もうそれめっちゃ確かに。あ、だからミユとかもう出たい出たいって言ってたやん。あいつなんかこんなオファー来る前から出たいって言い続けてて、ほんまにオファー来たやんか。って言ったら全国から出たい人がすごい人数がオーディション行くわけやん。はい。え、ゲンヤとかも絶対無理やん。いや、ちょっと恥ずかしいですね。ちょっと恋愛じゃなかったら いけるっすけど。何があるんですか。恋愛でクイズ番組とか。まあ、なんかシャフライの、まあ、見る前に出てるけど、まだ見てない人もね、いてると思うんで、ちょっとクララがちょっと軽くシャフライってどういう。2つのピンク島とブルー島があって、男女7人がこういてて、で、ブルーは男の子の島で、ピンク島はあの女の子の島で、毎日7泊8日毎日こう人が入れ替わるっていう、そこでこう恋愛を築いていくっていう。え、ちなみに女の子可愛い。7人可愛かったです。男7人はどうやった。え、そこかです。もうガチでかっこいい。女の子はそのピラティスの先生とか元看護師 あのカフェ店員とか元アイドルとかも、まあ、モデルさん、カフェ店員エロいな。なんか可愛いですね。で、男の子は俳優志望の子たちとサーファーと、ね、お笑い芸人がいました。あ、そうなんだ。その好きな人が同じ島にいないと告白の権利がないんですよ。あ、そんなんやったわ。だからほんまにもうその最終日まで結ばれるかは分かんないと。
あ、じゃあ両思いでも無理ってことがある、ね、両思いでも成立できなかったら同じ島に運ってことやんな、それ運です。ちなみにさ、行ってみて大きく感想どうでした？でもめちゃくちゃ楽しかったです、やっぱり結構現場慣れしてる子が多くて、うん、裏方さんへの感謝の気持ちとか、うん、例えばスイッチのオフ、うん、オンとオフの入れ方とか、やっぱなんか慣れてる子は、うん、すごいなと思います。そういうのも勉強になりました。向こうはもうほぼ水着です。でも焼けたよな、めっちゃ焼けました。黒いの似合うの？もっと黒くなりたいです。なあ、似合うの？世界は全然なんか黒似合う。なんかずっと白いイメージだったから。ミユもめっちゃ焼けて帰ってきたもんね。それ日焼け止め塗ってたん？え、もう日焼け塗ってこんだけ、こんな焼け焼けでの途中でタイのドラッグストア行って帰りました。日焼け止め足りなくなった。大変やで、やっぱり撮影が長い。でもすごいいい経験になってよかったね。サッフルアイランドの公式インスタグラムアカウントから情報が公開されるので、皆さんアベマ TV をチェックしてください。チェックしてねありがとうございました。何行きましょう次喋んのパリオ。どんな撮影でしたか？あ、一回始まるか、はい、普通でいいんだよ普通に聞けや普通お前だけ別番組に俺だアンビリーバボーみたいな。ないかな。クララさなんか元やと喋ってたら俺まで思んなくなった。俺もこれ何の説明してんだよやってくれたのやってくれたの元や、何やったあれ。ピンクダンサーになるために大阪に出てきましたって言ってくれて、ピンクダンサーズに対してすごく意味を持ってくれてて、だからこのピンクダンサーズの面接に落ちたら他のダンサーの面接を受けず地元に帰りますって言われた時に、ピンクダンサーズじゃないと意味がないっていうハッシュタグをよく使うんだけど、それはなんかこの子がその時面接に言ってくれたその言葉が僕の心に響いて、このピンクダンサーじゃないと意味がないっていうハッシュタグを作りました。ピンクダンサーズのことを思ってくれてる人がいるんだからこそ、まあ、これからももっともっとみんながね、その輝けるステージっていうのを、僕は作っていかないとダメなんだな。休みを取って沖縄へフライ深呼吸今夜もファイ強がり自分どっか行きたい気分また一日が始まりそして終わり朝日が帰る頃お腹いっぱいなんないや泣き虫自分